韓国人俳優のパクヒョンシクを詳しく占います。本人の生年月日と生まれた場所から、ホロスコープを出して、西洋占星術で占うので、信憑性があるものになると思います。パクヒョンシクの生年月日は、1991年11月16日です。パクヒョンシクの意外な性格も発表するので、最後まで見てね。では、鑑定スタート。インターネットの記事によると、この方は以前、テレビ番組にて、好きな女性のタイプは年下よりも年上というふうに言っているそうです。まずはこれが本当なのかどうかをこの方のホロスコープを見て鑑定してみます。なぜかというと、年上女性が好きという発言はしばしば芸能人がすることで、年上女性へのイメージアップを狙っての発言と、たとえ本心でなくてもそのように言ってしまう傾向があると思いますので、とても気になるため鑑定してみようと思いました。結論から言うと、これは本当だと思いますね。この方の好きな女性のタイプを鑑定させていただいて、確かに年上好みの可能性は十分にあると思いました。というよりも、この方は人間関係全般において年上の方と一緒にいた方が落ち着くっていうところがあるんじゃないでしょうか。この方は2023年現在まだ30代前半ですけれども、子供の頃から年下や同年代よりも年上と一緒に過ごしていた方が落ち着いたと思いますし、年上の人たちからも好かれるという傾向があります。なぜならこの方自身が落ち着いていて、良い意味で老成している、実年齢よりも年齢が上の人と気が合いやすいという、そんな資質を持っているからです。ですから恋愛においても、年上の女性の持っている落ち着きや安定感、包容力、そのようなものに惹かれるっていうのはあるでしょう。逆に若い女性のやかましいところや、わちゃわちゃしていて落ち着きがない様子、そういうものは苦手でしょうし、なんか一緒にいて疲れるなぁと思うんじゃないでしょうか。この方は発言をする時もじっくり考えて言葉を出すタイプですし、考えが深いタイプです。ノリが軽く、フットワークも軽いタイプではない、むしろその逆の資質を持っているため、この方と気が合う女性、または友達というのは、どうしても似たような資質で、落ち着きがある人っていうことになりそうです。このように恋愛傾向としては、落ち着きや安定感、包容力を求めるこの方なんですけれども、真面目でお堅そうな外見からは想像できないほど性欲はあるんじゃないでしょうか。そうなんですね。驚きです。なぜならこの方は性欲だけではなくて、生きるエネルギーにあふれているからです。この方は体力と気力が十分にあり、それがなかなか枯渇するということがないと思います。普通の人と比べると、体力の限界、精神力の限界の値がかなり上の方にあって、普通の人が疲れた、もう無理と思うことでも全然疲れを感じないで取り組むことができますし、エネルギーの量が半端ではありません。そしてこのエネルギーはこの方が没頭していること、熱中していることに使われるという傾向もありますし、また性的なことにも使われるという傾向があるので、必然的にこの方の性欲はものすごいということになります。これは全然悪いことではなくて、この方の先天的に持っている色気は、性に関する強烈な興味や愛と性的なことを優先して人生を生きていきたい、愛する人と一つになりたい、そういう気持ちがあるからこそ、この方は異性を引きつける魅力にあふれていますし、愛と性を極めることが人生の目的の一つでもあると思うので、この方はそのテーマに沿って生きていっていいんじゃないでしょうか。愛と性を追求することが人生のテーマでもあるし、それが許されている方です。とにかくこの方の性的欲求や愛する女性と交わりたいという欲求は相当なものがあると思います。それは普段はあまり表に出てこず秘められたものになるんですけれども、かなりすごいということは確かです。強烈な性的快楽を体験する人生になるでしょう。それがこの方の魅力になっていますね。またそれに関連して、性欲の強さが
自分の色気または異性に対するアピール力になって強く訴えかけているため、この方の魅力になっているのはいいんですけれども、それがあまり良くない方向に行っている面があります。パクヒョンシクの恋愛の注意点。それは過激な恋愛をしがちということです。具体的には相手のすべてを自分のものにしたい。好きになった相手に対して強い執着心を持つっていうところがあります。この方は好きな相手に対して執着心や嫉妬心、そして支配欲が出てしまいがちなところがあるので、いずれにしてもあっさりした恋愛にはならず、濃厚な恋愛関係になるでしょう。この方との恋愛は覚悟しないとできないよ。身も心も恋にはまることになるでしょう。ただ、ここまで強烈な愛情を他人に対して持てるというのは、一つの才能であって、素晴らしいと思いますね。この方の持つ強烈な愛情や情熱はきっと演技にも生かされていると思います。だからこそたくさんの人たちを感動させる演技ができるんだね。ここで主の占いサイトのお知らせです。次はこの方の俳優の仕事についてです。この方は生まれながらの俳優って言ってもいいんじゃないでしょうか。というのもこの方は人と同じような普通の人生は絶対に嫌だと思うタイプだからです。成功したいという野心がかなりあり、成功するための努力ができる方なので、もし俳優になっていなかったとしても何かしらの分野で成功していたはずです。それだけのカリスマ性と精神力の強さ、また周りから盛り立ててもらえる運を持っています。しかしやはり身長とこの外見、それを生かすには俳優業は一番いいんじゃないでしょうか。というのもこの方は普通にしていても周りを熱狂させてしまう力を持っているからです。この方は先天的に持っているカリスマ性ゆえ、周りを熱狂的にさせファンを大勢作ってしまうという人生になります。生まれながらのヒーロー、英雄って言ってもいいんじゃないでしょうか。またこの方はただ偉くなりたい、ヒーローになりたい、お金持ちになりたいと漠然とした夢を持っているのではなく、成功するためにはどうすればよいか、自分はどういう道に進んで成功したいのかっていうのを、おそらく10代のうちからしっかり見極めて現実的な努力をしていたはずです。そういうところも非常に堅実なんですね。ふわふわとした憧れを持っているだけではなかったのです。この方は地に足のついた生き方ができて、現実を冷静に見極める目も持っていて、自分がどうなりたいか、どうやって成功していきたいかと自分なりの哲学を持って生きています。そういうところが本当に素晴らしいですし、カリスマ性があって周りからチヤホヤされる人生だったにもかかわらず、地に足をつけて冷静な部分もあったからこそ成功できたんじゃないでしょうか。そんなこの方にも落とし穴というか注意した方がいい点があります。それはこれから年齢を重ねるにつれて、自分は人生経験が長くいい大人なんだから、後輩や年下の人たちにかっこ悪いところは見せたくない、お手本としてきちんと行動しないといけないとやたらと思いすぎて、そのプレッシャーに潰される、そのように自分で勝手に思いすぎて自分の本来の良さを失ってしまうっていうのが挙げられます。今までは自分の方が年下で業界の中でも先輩の方が多いっていう状況だと思うんですけれども、今後俳優のキャリアを重ねるにあたり、どんどんと自分が先輩という立場になっていくと思います。そうなると年下の人たちや新人さんたちに対して良いところを見せなければ、みんなのお手本になるように振る舞わなければと、必要以上に肩に力が入りすぎて本来のこの方の良さが出にくくなってしまう傾向があるので、この方は年を重ねれば重ねるほど自分にプレッシャーをかけず、年下の人たちを意識しすぎず、自由に行動した方がいいですね。本来の自分のもともと持っている気持ち、情熱、そちらを優先した方がいいと思います。周りの目よりも自分の心に正直に生きた方が結果的には成功できるみたい。次はこの方が人生において一番恐れていることを鑑定します。それは現在の地位を失うこと、名誉を失うことなんじゃないでしょうか。誰でも成功した方は現在の地位をキープしたい、転落したくないと思うものなのですが、この方はその気持ちが普通の人よりもかなり強いと言えるでしょう。
特に社会的なステータスを失いたくないという気持ちが強いです。その気持ち自体は悪いことではないんですけれども、今の現在の地位を捨てたくない、失いたくないという気持ちが強すぎて、新しいことへのチャレンジができないっていうふうにならないように注意した方がいいかもしれません。新しいチャレンジをして、失敗して、今の人気を失いたくないので、今までと同じことをしていればいいんじゃないか、その方がいいんじゃないかと。そういうふうに思いがちなので、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性があるかもしれません。そうなると、才能あふれるこの方にとってはもったいないので、いつまでもチャレンジ精神を忘れないくらいの方が成功が続きますし、チャレンジしたことによって地位や名誉を失うっていうことはないので、心配しすぎない方がいいかもしれません。人間は誰でも現状維持や、人と同じことばかりしていると、だんだんしぼんでしまうかもしれないね。むしろこの方は、ありもしないスキャンダルや何かしらの事件に巻き込まれて、一旦休業するということがあったとしても、これは絶対そうなるって言ってるのではありません。例えばの話です。そのようなことがあったとしても、必ず蘇ることができる運命の持ち主です。この方は何度失敗しても立ち上がることができ、それだけの精神力、体力がありますし、絶対に成功してやるという強い気持ちを持っていますから、どんな困難があっても負けずに目標に向かって突き進むことができるはずです。何度失敗しても不死鳥のように蘇る運命の傾向を持っています。この方は物静かに見える部分がありますけれども、実際はかなり勝ち気で強気、そして生きる姿勢が積極的な方となります。ですからライバルや競争相手がいるくらいの方が頑張れる性格なんじゃないでしょうか。パクヒョンシクの2023年の運勢。この方の今年の運勢を占ってみます。今年は今まで取り組んできたことが評価される年になりそうです。ですから仕事運は良いと言えるんじゃないでしょうか。同時に職場の人間関係も良い方向に進むと思います。仕事におけるさらなる発展が見込まれます。この仕事はいいなと、こういう役をしてみたかったんですと、そんな役に巡り合える可能性も大です。ですから全体的にはとても良い運勢なんですけれども、一つだけ気をつけるとよろしいことがあって、仕事運が好調で物事がスムーズに進むため、自分の健康を過信しすぎて無理をしがちっていうところがあるんじゃないでしょうか。確かにこの方はかなり体力があり、精神力と気力も充実している方です。しかし人間なので休息が必要となります。ですから健康だけには気を使った方が良さそうです。今年はこれぐらいなんですけれども、来年この方の運勢で気になるところがあったので話してみます。来年は人間関係において新しい出会いがあるというふうに出ています。この方にまつわる全ての生活においての新しい人間関係なので、仕事面でも新しい出会いがある。そしてその出会いもこの方の人生を良い方向にするような相手との出会いと言えそうです。ですから恋愛面でも新しい出会いがありそうなんですね。特に結婚に結びつくようなパートナーとの出会いがありそうです。もしこの方に今恋人がいない場合は、来年恋人になり、将来的には結婚するような女性との出会いがあるかもしれませんし、また今付き合っている女性がいる場合は、その方と来年結婚の話が具体的に出て、結婚を発表するっていうこともあるかもしれません。また恋愛面でそのようなことがないとしても、仕事面において良いパートナーと出会えると出ていますので、いずれにしても来年は人間関係においてこの方に恩恵をもたらす良い出会いがありそうです。次はパクヒョンシクの意外な点を鑑定します。この方の意外な点としては、お世辞を言うのが苦手っていうところがあります。この方は思慮深くて慎重な性格であるのは確かなんですが、自分の気持ちに正直でいたいというそのような感情も強く持っており、相手に気に入られたいからといってお世辞を言ったり、その場しのぎの相手をおだてるような発言をするのはかなり不得意って言ってもいいんじゃないでしょうか。そういうところは正直者です。
この方は見た目のイメージよりも話し出すと明るくて開放的な印象が強まるんですけれども、だからといってお調子者なのかと思いきやそんなことはなく、お世辞が言えないタイプとなります。自分の発言に責任を持つタイプ、言葉にしたことにはあまり嘘がないと言えるね。終わりです。その他のパクヒョンシクや韓国人俳優の占い動画は説明欄から